はい、じゃあ今回は、えー、っと、みんなが、えー、昔やったりとか、今やってるゲームで、印象に残ったゲームを、話していきたいと思います。イエーイ。イェーイ。<laughs> はい、参加してるのは、クンマンサや。そう、クンマンサや、自分ですね。大人組だな。 し珍しいっちゃ珍しい,みたい,ないまともに話が会話がまともにできる多分これ唯一会話がまともに成立するよそうなんかう、ね、もう某二人ちょっとダメなのがちょっと <laughs> あんまりあんまり言えないけどいるから、まあまあ、田中も乗ると永久にマシンガンし始めるからねそうだねそれはそれで話がこうだんだんこう右にそれていくからそう,、ね、そうそうなんか変なところに行っちゃうみたいなあれみた何の話してたっけみたいなそう ありますかそういう心に残ったゲームとか、うん、なんかこれはもうすげえ面白くてハマったみたいなゲームあ俺はね俺ねえっ、ー、といつだったっけなあのバイオハザード4ああねレオンのバイオハザード4が最初ゲームキューブで出たんで2005年のゲームがやべえなおっさんバレるなこれゲームキューブだっけゲームキューブて2005年だよだから13年前 やばい、やばいもう今、キッズわかんないからね、のややつでしかったことな13年前のゲームなんですよ、で、えっと、ゲームキューブってて、最初に、これ、えっと、なんかゲームキューブだけでしか出しませんよとかって言ってたくせに PS4 でも PS2 で出したみたいな、あ,あったね、だって PS2 でやってるとこ見たことあるもん、だって。<laughs> うん 俺、ゲームキューブでこれやっちゃったんだよ。なんかあれだよ。なんかあの、なんて言うんだろその空耳みたいなのが結構流行ったよ。なんかこの中で喋ってるやつそ, <laughs> そ,うそうそうそう。スペイン語の空耳みたいな。で、なんかね、俺の年齢がね、ちょうどね、たくん少年、おそらく1十三3え ?13 年前。だから俺15歳、中学生で、なんかゲームちょっと飽きてたのよ。あ、正直ちょっと冷めてたのか。冷めた時期みたいな。 そそそうそう,そうで俺、FPS とかをちょっとやり始めたのが中学校1年生の頃ちょっとコンシュ週マがとか PS2 でやってて<ー>メダルオブオーナーってやつ。あ<ー>俺,俺と一緒だね、それ多分。メダルオブオーナーを <laughs> そ<う>やっててであのー、それで FPS とかやってたんだけどなんかこうゲームってかんなんかゲームのクオリティの高いゲームやってないなみたいな気持ちになってたんだけど、うん、そバイオアザード4やってめちゃくちゃクオリティ高いと思って。あ<ー>なんか これすげー進化してるみたいなのをなんか自分の中で実感して心に残ったね、まあ、当時だってあれグラフィックもさよくてさ、ね、操作性とかアクションもなんかありのみたいなこれすごい面白いなって思って俺だか,なんかバイオハザード」シリーズって俺セブ変なのさ一番新しいあれ「セブン」しかやってないんだよな意外とえそうなのマジでうだ、うん、俺だからあの本ちゃんの「バイオハザード」ってやってないんだよあのなんか横こう角度を決めてぐるぐる回って打つみたいな<ー> <laughs> 意外と手出してないから。私しは5からしかやったことない。そうなんだ俺、お父さんの小学校1年生の頃、パパの背中の後ろからバイアズン1のぞき見してた。あの荒いガスのやつね、PS1 の。めっちゃ怖かった覚えあるなんか。まずアズンかね。そうだね、トラウマなんかあれ結構抱えた人いるよね。バイオ1、2。そうそう。 なんか出てくるところは犬がボーンと飛び出してくるところあるからね。あそこがトラウマだね。ああ、それ結構トラウマの人。で、最初のあのゾンビのとことかね。そうそう、<の>ゾンビがうわなる食ってるところみたいな。今でも覚えてるもんなんか。あれ結構トラ,ウトラウマっていうかなんかやっぱ残っちゃうんだよね。残る残る。うん、親がゲーム、ゲームオっタじゃないけど、まあ、ゲーム好きだったから、なんかそれで結構サイレントヒルとかもか。ああね。

世界感すごかったもんね。うん、世界感すごかった PS11999 年だよ。<laughs> <古> <laughs> 1999年ちち、まあ、俺10歳とか、たぶん。だから俺がそうだね、8歳とか、そんなんだから。<laughs> くそ昔だわ<ん>そんな。そんな感じやっぱあるんだな、そう,いうあ。ありますあります。で、万いさんはああ、万歳も来るんだ。 たね。このこの流れではいじゃあ動画終わっていきたいと思いますえっくんだけみたいなああそうね印象に残ってるゲームだよねうん何でもいいんじゃないとか好きなゲームとかねソウルゲーム自分の自分のソウルゲーム万才結構謎解きゲームとかすごい好きでああ子供の時から好きだったんだ 子供の時からままああ好きね、まあ、でも子供の時はやっぱ可愛いゲームしてて「とっとかハム太郎」とかねああねんかぽいな「日ハム太郎」ねハム「日を集めに」とかって言ってガチで「ひまわりのに集めてやるからよみたいな雰囲気だったんだねだから <laughs> ゲームボーイアドバンスとかでやっの出てるねそうそうなんかねハム太郎を飼育するゲームとかなんかその友達を増やす友達のゲムとかハムちゃん図をなんかあれでしょ仲間にしていくんですどんどん,んそうそうそう みんなわかんないっしょ、ハムハーとか、ちょっとプリンとかわかんないし、何言ってんのかわかんないみたいなになる。<laughs> 初リリース2002年で出ますね。そうそ、んな時期か。2016年前だからね。ゲームボーイカラーでもあったんだよ。まさか8歳とかじゃない 8歳とかかなそれくらいに9歳でしょ。ハム太郎の映画は絶対見に行ってたしめっちゃハム太郎好きだったんです。ハム太郎太田だったんだ。ハム太郎太田だったね。さっきミニオイも好きだったけどなんかね自分もねあれでどっちかっていうとさ末尾機器ファミコンとかさプレステとかさあんなより俺もあれだよ普通にゲームボーイのが好きだったよ昔。やった。えでも私ファミコンはね私がやる時代はねちょっとね

なんかそのキャラクターを使ってこう進めていくと人生ゲームだから、こうなんかイベントとか発生するじゃん。で子供ができたりとか。何、何のデバイスのゲーム。ファミコン。ファミコン。ファミコン。なんかね、神様の。ひげ、ひげ生えたね、おじいちゃんがね。なんか確か。あの、お寺さんの鐘みたいなこうで、こう突ってるみたいなデザインの。なんか見たことあるかもしれない。それこれじゃない?。あ、大爆笑、人生劇場、大江の日記。あ、それ、それ、それ。 <laughs> それなんかプレステ版もあったよね確か「大爆笑何とか系って確か違ったっけな。あっあそれ間違いないですあの大爆笑人生劇場大江戸日記」ですね、うん、それすっごい好きでね <laughs> やってたんだけど何があって私テレビブラウン管のテレビがあった部屋がベッドがある部屋でねお母さんたちのーファミをベッドの上に置いて弟と一緒にこうやってやるじゃんほ、うんでさうれ、はい、しかったらやっぱり子供ながらはでちゃうじゃん もうその瞬スーパーにあったなんか振動来ると消えるみたいなあるねそれがね悲しくて悲しくて俺,俺だって据え置き機でゲームしようとしたら昔さブラウン管のテレビってあの画質が悪くななるっって言われなかったすごくなんかテレビの映りが悪くなるからあ,<ー>あんまりやらないでみたいなで怒られて<ー>そっからこのちっちゃいゲームばっかやってたからな。 あーなんかあのお父さんの野球の時間と取り合いだった俺 <laughs> テレビねテレビだから野球でだい大体、まあ、7時とかゴールデンタイムとかじゃん、うん、だからその時間ゲームしたいけどお父さんのその阪神・半身巨人戦があるから見れないみたいなだから、ね、子供の頃は野球すげえ嫌いだっただか,だから野球のせいで俺のゲーム妨げられたみたいな 野球だってあれだもんなんかアニメ見たいのになみたいなコナンの時間なのにみたいなそんなのはイメージあったけどアラトロールじゃない昔の野球今知らないんだけど昔の野球ってさ延長してさあそうなくなるからね番組繰り下がって番組消滅することあるじゃんそうあるあるあるで録画してたのに撮れてないみたいなガッツリ野球がってんでしょんか最後のちょっとだけみたいな早えみたいな9回の裏延長戦で11回のなんか 10回の裏みたいになってて始めた瞬間じゃな。で察するからねそこまであってなるのが分かるそこまで知らないもんねうちらそんななってるあれってあれって今ないんでしょいやないでしょ今はだからもう切り替わっちゃうしあとは次のどこかのチャンネルでやってますみたいなのでやって終わりみたいないやあれ昔あれトロールだったなみんな野球見てたからね昔はああわかる誰かしら見てたよ 今ほどなんか今はもう見てる人いるけど甲子園とかあってるし、うん、見てる人もいるだろうけど昔の方がみんな野球見るどこファンみたいな感じだったよ、ね、そうどこファン<分>お前そんな毎回野球見て何が面白いんって子供ながらにさ <laughs> 野球ファンでもなかったからさ、えー、なんか小学校の頃とかあったもんなんかどこファンかどうかみたいなあある、ね、あでも今,今って好きな YouTuber だからねでもそれがあだ、ね、確かにね、うん、だって昼休みとかこうなんか話すらしいよ <え>の昨日のユーチューバーのヒカルのあの動画とかヒカキンのあの動画見たとかフィッシャーズのあの動画見たとかあもう俺らが昨日見たテレビ番組何レベルってことでしょテレビ番組の話とかあんましないんだって、まあ、多少するらしいけどほぼしなくてもうほぼユーチューブ主流みたいなもん、ね、そのキャラによってそのなんかちょっと陽キャ的なやつはフィッシャーズっていうとかで なんか中学生になってちょっと上になってくるとなんか東海オンエアに移行したりとか要はやんじゃんちょっとちょっとあの過激なやつ、ね、ちょい過激みたいな <laughs> そうそうそうで陰キャがクン見てるみたいな <laughs> ゲーム実況見てるのねそうやっぱやっクン多分陰キャ層だと思うよ完全にああ<ー>やっぱゲーム実況が陰キャ層っぽいね でもゲーム実況、今結構やっぱ妖怪も見てるんじゃない荒野行動とか流行ったじゃん、一時期。ああ、まあ、それのおかげはあるね。確かに、それはあるような気がする。妖怪、うん、向けのゲーム実況と、なんか我々みたいな、こう、なんだろう。ちょっとこう、うん、なんか、うんってなる。あ<ー>その東海オンエアが誰かもなんか PUBG がなんかやってたってたじゃん。そっちは多分、陰気づけて妖怪が見るんだろうなっていう感じがする。それでも、その人たちは。ああ、でもい,いたよ。なんかオフ会で。 東海オンウェアが PUBG やってて PUBG について調べてくんに行き着いたって人いてれでね、うん、そう、旅をしてきたみたいなああ東海オンウェアからのなんかもうはるかなる旅をして運命感じちゃうれるなたどり着いたみたいな, <laughs> たいなすげえってそんな旅をしてお前はここにやってきたのかっていう でもなんかいるいるやっぱでも一般的な受け方ってまだどっちかっていうとそういうキラキラ系の人たちなんだろうねまだゲーム実況とかいるよね全然そうなんじゃないかなただどうだろうななかここから5年経ったらどうなるのかなって気するけどね昔はなんか5年前ってヒカキンキッズみたいな全員小学生みたいな感じだったんだからもうあと5年したらまたちょっと雰囲気変わるのかなって気するけどねあ<ー>あ<の>もうちょっと認知度も上がってみたいなね俺個人的にはなんか 割となんていうのかな釣りとかあ<ー>あとそういう,こう末端のジャンルっていうかそういうのでも成立するようになってくるような気がする大人でも見れるような,な,なこう車とか釣りとかあ<ー>、まあ、大人の趣味みたいなちょっとお金がかかる系の趣味でも<ー>別に YouTube チャンネルとして成立するようになるんじゃないかなって気がするあそれぐらい視聴者がだから増えてくるそう,そう,そう,そう大人になってきてフィッシャーズとかを見るんじゃなくて もうちょっとこう趣味が細分化されていくんじゃないかなしかもそれがそれでねここで成立するようなジャンネルになっていくってこと、ね、結構 <Yes. S 3> 動画見るんだったら YouTube みたいなところちょっとあるよねまあそうだね俺らはそれの一番最初やっぱ陰キャだったから最初はやっぱとりあえずニコニコやるみたいな雰囲気だったね、うん、最初はやっぱ最初ニコニコだったね、うん、YouTube とかもキッズが見るものみたいなそうそういやま,、うん、またマイクラやってんだろみたいな雰囲気のイメージだったからさ、うん、俺らが始めた時ってなんかマイクラしかねえだろみたいな そうマイクってうで,で割と他のなんかの変,変な話ゲーム実況のジャンル見てもなんかそんなにだなみたいな, <laughs> なんか気持ちあったからさあ,まり,<う>あまりって感じだったもう FPS とかなかったもんね昔まあないねでここにない COD ぐらいだったもんそうだねコットかマイクラみたいな感じだったか、まあ、自分が見てるジャンルもそうなんだけど確かに、まあ、話がそれていますが <laughs> <laughs> 話がそれていますいますがエグザムさん,の,なんかの心に残ったゲームは <laughs> 自分が一番最初にやっぱ声に残ったのはあの「うん、ファイナルファンタジー・タクティクス」って知ってる,あ,ー分かるあのストラテジーっていうか,のか 1>, この1人ずつ動かしてみたいな分かるそれあれがねもうとんでもなくさドハマりしてああ<ー>他がみんななんかねなんだかポケモンだの何<ー>とかだのって言うからそれはエクンそれキャですわそうそうじゃあ帰が陰キャだったのがちょっとまずかったれこれなんかストーリー性もっておもろいやんみたいな うわりと俺一人でもさ、桃鉄ができたのに、ね、割と子供の時から。一<ー>人桃鉄も全然余裕だったから俺も一人で鉄やってた <laughs> 俺一人,人オセロとか一人将棋とか大好きやったなんか。かすごい暗いやつに見られそうだけど、一 <laughs> <う>人二 <laughs> 役でなんかや,ってやるのなんか好きだった。だからその流れで一人でやるゲーム。<laughs> だからそのホラーゲームでやりあり<ー>例えばあのあ<ー>今だったら「フォールアウトとか「スカイリムとかさあ,あ,だからあんなんが好きになっちゃうだからマルチでやるっていうよりみんながポケモン交換してる後ろで俺は FFT でなんかやたら赤魔同士を育ててとか <laughs> あ<ー>青魔同士でラーニングしてみたいなとかさマジ逆だな多分エグザムとあみんな交換してるぜだったのか交換もしないけどみたいなえ黙々とやるゲームが好きだったの いやなんかその場に合わせるのがすごい好きで結構流れに乗っちゃう系なの、うん、小さい頃はみん,あみんなと輪に入ってるつもりだけど外から見たら一人みたいな <laughs> あ<ー>タイプの人間だと門前はでもな結構分かれるからなその,、ね、そのなんて言うんだろうその時代に乗ったゲームをやる人とあそれ、ね、俺どっちかっていうと昔のゲームやったからさみんながやってる最新のゲームとかっていうよりは。 あ確かにいや俺もそうかもな,なんかお父さんがゲームやってたからそのちょっと年上向けのゲームやってたかも俺は。とかそう,うそ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 うちょっと年上の子向けみたいなこう小学生だけど中学生ぐらい向けのものやってたりとか。 だ友達で FPS とかやってる子はあんまりいなかったもんいないねこれ見たことないかいでちょ,ちょっと仲良くなった友達からそのメタルオーナーの「ライジングさん」っていう日本兵が出てくるゲームがあったねああそれを4人でマルチでできるってあのマルチタップっていうのがあったのね PSPS <ー> PS で,ねであれで初めて撮った時に FPS こう、こうおもろいやんみたいなライジングさんか、えー、あれ面白いないんか日本兵でに日本と思って突撃できるんだよそう突撃できる <laughs> 回復薬みたいなの取ると結構なんかいいあの水筒の音,ポチ,音ポチャンみたいな音が、ね、もう俺、メダルボーナーの史上最大の作戦っていうやつ 1>, あ1個目のやつねそう1個目からやってた。ああてこでも、あれ EA なんですよ、実は。え,ー、えそうなのあれ EA の EA ゲームすん、<俺>あれ。俺俺ね、実はね中、小学生、小学校6年生の頃ゲーム作っ 作る人になりたいなと思ってああクリエイターになりたかった俺の夢はゲ EA に入ることだったんだ <laughs> 実は実はそうなんか俺今まで一回も動画で行ったことなかったけど実はね EA に入りたかったんで俺えワンチャンイッツマジック君が言ってた説あるそう <laughs> 俺が言ってたかかももしししれないもしかしたらすげえな まあ、こんなとこじゃないですか <laughs>。こんなところ、お <laughs>、はい、なんか結構いろんなね、あ、なんか、ジャンルが。話ができて、よかった、ね。っね、まあ、いろいろ、まだまだ深、ふ深みにいけそうだけど。まあ、この辺でそう。まあ、今回は、これでお開きということで <laughs>、はい、終えていきたいと思います。お,はい、お疲れ様です。はい。<laughs>